はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も序盤から取れるめちゃくちゃ強い装備取りに行きたいと思います。取りに行くにあたって必要なアビリティがあります。まあ、なくてもいいけども、あった方が絶対にいいですね。まず一つ目がこれ、エンカウント半減です。敵があまり出てこなくなります。そしてもう一つこれ、逃げる成功率アップですね。敵と当たった時に逃げる成功率がアップしますので安全になります。まあ取っておいた方がいいと思います。レベル15ぐらいになると取ってるので、まあいけるのではないでしょうか。では今日のスタート地点ですけども、ここです。オワーズラッシュですね。オワーズラッシュに来てください。まあ、すぐ来れると思います。ここからスタートですね。では行きます。町をまず出てください。そうすると南オワーズラッシュ行動というところに出てきますね。出てきましたらずっと左の方に向かっていきます。はい、そしたらは森の方に出ますね。あ、で、確実に昼間にしておいてください。夜だとちょっと敵が出てきたりするので、昼間にした方がいいです。で、ところどころにセーブポイントがありますので、セーブをしながら行ってください。まあ、もしもね、敵に囲まれて、逃げられない場合、やられた時とかですね、やられた時とかでも、そこからスタートすることができるので、セーブは確実にしておいてください。はい、では、まずはここですね。ここセーブポイントあります。セーブしておいてください。で、この近くに、装備がまずあります。これはそこまで強くはないんだけども、まあ、序盤取っとけば、まあ、そこそこ、いいのではないでしょうか。まずはこれですね。この木のところにこれが、置いてあります。ここがね、これマギアナイフですね。攻撃力が97と物理攻撃力が97ね。で、属性攻撃が93ですね。まあ序盤にしては強いやつです。まあ後になるとあまり使わないかな。これが、この宝箱に入ってますので取ってください。で、取りましたらばまたセーブをして上に向かいましょう。セーブするっていうのが結構重要です。で、次、ここですね。この新刊さんが、これ、マギアワンドですね。マギアワンドを持ってます。これ結構属性攻撃力が上がって、序盤のうちには結構使えますので、盗んでおいてください。盗める確率が確か 8% だったかな。8% ぐらいなので、まあ、何度かやって、盗んでください。もしも盗めなかった場合は、ロードして始めるといいと思います。はい。で、マギアワンド取りました。で、次は、また先に進んでいきます。あ、色の宝箱は、アイテムですね。装備ではありません。まあ、一応取るには取ってもいいと思います。はい。で、こう行きますと、南ティンバーレイン。ここが、レベル高いです。危険度45、十分注意してください。出てきたら確実に逃げましょう。進んでいきます。で、こっち側ですね、船に乗る場所があるんだけども、ここから船で移動していきます。不意打ち、まあ、不意打ちを食らってね、もしもやられた場合でも、まあ、1人でもね残ってれば大丈夫なので、うまく逃げ回ってください。まあ、もしもやられたとしても、ロードすればさっきのところからスタートになりますので、まあ、ちょこちょこセーブをしていってください。で、こっち行って、ここですね。はい。で、この滝の先です。この滝に入ってください。そうするとなんと宝箱があります。はい、ヒュプノスソードをゲットできますね。これが、これぐらいです。物理攻撃力が
310で会費がプラス90、かなり上がりますよね。で、稀に対象を、睡眠状態にします。かなり強いですね。必ず取るようにしてください。で、ここでファストトラベルで一度戻ってセーブしてもいいと思います。おお出た出た、あ出たオフトリン。でも他のやつが強いからな他のやつが強いんだよな。まあ一応戦ってみるか。ダメか、逃げられる。あいつはね、なんとか倒したいんだけどね、まだね全然倒せないんだよね。まあまあそのうち倒せるでしょう。はい、まあまあ、ファストトラベルで俺は戻らずにそのまんま行きますね。こう行きまして、でこっから下です。ですぐ上にセーブポイントがあります。ここまで来るともう安心ですね。あ、やばいやばい、行くよ。おっしゃー、でセーブしてください。はい、ここまで来ればもう安心ですね。もう上に、町があります。ティンバーレインです。で、この町の中で星4ぐらい、強さ4ぐらいのやつからは、まあ、強奪できるので、まあ、強奪していってください。結構いいのあります。まあ、星5、強さ5になると、もっといいのがあるんだけども、5はね、レベル20ちょっとにならないと勝てないので、まあ、最初のうちは、強さ4のやつを探して戦ってみてください。こいつとかはね、5だもん。あ、3か。スティール棒とかを持ってますね。こっちが棒ぐらいだったかな。いや、もっと強えわ。でも、イージスソードとか、ナイトアーマー、結構いいの持ってますね。はい。まあまあ、ここを、探索して、倒せそうなやつは倒す、盗めそうなやつは盗んでみてください。はい。ということで、今日は序盤で取れるめちゃくちゃ強い装備、紹介しました。ヒュプノスソードだったかな。だね、これめちゃくちゃ強いのでぜひ取ってみてください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。